はい。サラック。ラックは宙に浮きながら口をパクパクと動かしている。寝ているのだろうか。君が彼の耳元でパンと勢いよく手を合わせると、爆発だ、お助け。ラックは悲鳴を上げながら飛び起きた。なんでそんな意地悪すんの。戦い続きで疲れたのか、ラティは椅子に座ってコクコクと眠そうにしている。皆戦いずくめで疲れているみたいだ。今日はもう休むことにしよう。俺と一緒に巫女決定戦に出場してくれ。部屋に入って早々、ルビアが意味不明なことを叫ぶ。ん？家系じゃないの、巫女って。あー、そっか、いないから戦って決めようみたいなってなったのかな。すごいね。巫女決定戦とは、近々開催される特別な闘技大会。勝利した者から次期巫女が選ばれるという。実に力主義の国らしい催しだが、男のルビアは勝利しても真の巫女にはなれないのではないか。うん、性別は関係ないのかな。彼はただ大会で勝利し、今まで弱者と呼んだ者たちを見返してやりたいという。君はこの国におけるルビアの扱いを思い返してみた。国のために危険な仕事をしても誰にも認められない、そんな悔しさが彼の言葉から感じ取れる。仕方がないと君はルビアの提案を承諾した。各地の戦士と戦えるのもなんだか面白そうだ。開催はいつだという君の問いに、明日とルビアは元気よく答えた。日光がまぶしい戦い日和の朝、カチンカチンと鉄を打つ音が辺りに響いている。受付に行くぞ。ルビアと合流し、君たちは闘技場に向かう。はい、ラックすぐ外れるんだけど一旦ちょっと先にさ、大きなもん、なんだこれ、先に町の人に話を聞いとこうか。タイミング、あ、従者様に弟子入りするんだという男は、腕立て伏せを誤解しただけで力尽きている。くそー、なんかすげえ雰囲気あるけど、その件も触れないんじゃないの。誤解か、赤き衣の男。はいはいはい。彼は厳しく意地悪な性格をしている。新入りの騎士に指導という名目で試合を挑んでは、手ひどく痛めつける行為を繰り返す。うん、よくないね。はい、彼には騎士に憧れた息子がいたが、初陣で魔物に殺された。以来彼は新入り騎士を厳しく指導することで死者数を減らしている。あー、ただ腕立てはできないんだよね。よくわかんないな。まあ、違うよね。今のこの人ではないよね。おそらく闘技場で戦った人かな。一回ね、主人公と。ん？男が突然足を踏んだなと因縁をつけてきた。そんなことをした覚えはないのだが。すげえ。面はグラジオと一緒だよね。グラジオ？デザインいいよね、このゲームやっぱ。かっこいい。あ、で、好戦的な男。
面倒事を避けようと君が謝ると、そこは決闘になる流れだろうと落ち込んでしまった。あ、あ、違った？そっか、まあ、この国特有ですよね。喧嘩を売りたいし売られたいみたいな。はい、ん？赤き衣の戦士男、ああ、冷静で寡黙な仕事人、音を立てることもなく標的に忍び寄り、剣の一突きで命を奪う。常に仮面をかぶり、素顔を知る者はいない。うん。もともと彼は連続殺人を犯した滞在人だった。国への奉仕を条件に生かされている。殺しの愉悦の笑みを隠すために仮面をかぶる。つかボタン多くない？ボタンが11個。うん。なんか意味あんのかな？ね。ただのデザインかな。男が静かに黙祷している。闘技場で命を落とした者たちに捧げているようだ。はい。闘技場では捕獲した魔物との戦いが見せ物になることもあるという。これまでどんな戦士も勝てなかった凶暴な魔物もいるらしいが。おお。はい。戦いに生きる高潔な騎士、過酷な戦場に赴いても必ず生きて戻ることから不死身だと噂される。強いんだ。まあなんか目元の傷とかね、なんか歴戦感がありますよね。戦いに疲れた騎士、命を粗末にするような戦い方のわけは、常に戦場で最高の死に場所を探しているから。こういう風に周りから見られてるってことかな？うん。高潔な騎士と。だけど、実際はこういう風になってると。戦いに疲れて死に場所を求めてると。で、この人はボタンが10個。関係ないよね。なんでしょうね。さあ。この国は喧嘩っ早い輩が多いから気をつけなよ。そういう女は護身用の包丁を光らせている。この人をこの村に配置するね、理由だよね。なんか悪意を感じるよね。パンがさ、盾で、包丁が、まあ、剣みたいな感じだよね。普通の主婦だったんじゃなかったっけ、この人。親切なもんな。おぉ。熟年の女性。おい。熟年の女性。彼女はこれまでに結婚を4度経験していた。現在の夫は4番目。夫婦二人と犬一匹で仲睦まじく穏やかに暮らしている。うん。彼女はこれまでに離婚を一度もしていない。過去の夫は三人とも行方不明。犬は今日も美味しそうに骨を、これ、なんだ？あ、わかった。かじるだ。かじっている。で、検索の仕方がね、難しかった。歯の上に刀って調べたら出てきた。はい。なんだっけ？ 4 回結婚して、うん、まあ、旦那さんが犬の餌になったってこと？理由がわかんないね。男によると、国の先代の巫女は、先人のごとき強さだったらしい。それに比べてと、何やら男は不満そうなため息をついている。やっぱ強さがね、大事なんでしょうね。女は君たちをじろじろと眺め回し、
手帳に何かを書き込んだ。情報を制す者が戦いを制すのさと言い、女は君たちの強さを考察している。そうなんですか。この町の人々はみんな何かしら武器を持ってるね。つか熱くないその格好ね。この人でさえね、武器を持ってますもんね。巫女の社が忘れられたように寂しく立っている。国民たちにとっては闘技場の方が重要らしい。はい、じゃあ闘技場行こうか。あ、ここもまだ話しかけてなかったね。闘技場の賞金で、あの子たちに食べ物を。女は命がけの戦いに挑むかのように真剣だ。うん、大変だね。出場を待つ男は君たちを見て、人間に用はないという。戦う相手は魔物だけに絞っているようだ。うん、傷薬を持ってくるのを忘れたと出場を待つ男が騒いでいる。しかしすぐに、そういえば控え室に道具屋があったなと落ち着きを取り戻した。慌ただしい男だはい、いいね。あの仮面で慌てるとなんかいいよね。可愛らしいというか。さあ、闘技場にエントリーするでいいのかな。怪我をしに来たのかいと男は皮肉を含めつつ、巫女決定戦について説明し始めた。参加者は巫女と従者を模した複数人のチームを組んで戦うとのこと。エントリーしておくから控え室で待つようにと男は奥の扉を指さした。はい。何をしている。戦いに向かう君たちを赤の従者が呼び止める。従者が参加を認めるはずがないと察したのか、ルビアは行くぞとだけ言い、扉の奥へと消えていった。未熟者め。ため息を漏らす彼の表情は甲冑で隠れてわからない。だがそれは憤りなどではなく、心配の小姉だったように君は感じた。うん、さあ仲間と他の選手か。手加減してあげると女は勝つ気満々だ。うん、これが相手かな。男は膝が震えている。心配して君が声をかけるが、武者震いだと男は強がっている。はい、あー、ここで補充ができますと。はいはいはい、まあいいかな。楽しみだねと言いたげに、ラティは何やらウキウキしている。君がこれから戦うんだぞと言うと、ラティはみるみる青ざめていった。闘技大会が何か分かっていなかったらしい。ええ大丈夫。やってやると自身に喝を入れるようにルビアが叫んでいる。うん、ああ勝ち抜きね。やっぱ大会を仕切る司会の声が石造りの控え室に響く。さあ戦いへと赴こう。はい、戦いの間。
なんだこれ。西サイド、巫女に憧れる異国の戦士たち。あ、モブね。東サイド、軟弱な巫女様ご一行だって。メニューを見せてあげましょう。ね、舐められてますね。おお、やべえ。そんな強くはないけどね。これ連戦なのかな。終わったら一応回復するでいいのかな。怖いんですけど。さあどうしようか。右が補佐してくるよね、多分ね。左が攻撃でみたいな感じには見えるけど、これダメージ通りそうだな。いやどうしよう、これ貯めようか。貯めてサンダーストライク。いや、ここはルビアに、なんだっけ、なんか、一線切りみたいな、やってもらおうか。主人公貯めて、貯めてというか、まあ普通に、一個でね。うわ。で、ルビアが、装備がね、器か。器がちょっと強化されたんで、強くなってますね。一刀両断ね、はい。5以上が出れば、20追加のダメージ1 もう、半分持ってかれた。闘技場がゆえかな、このハプニングカード。攻撃力がアップする系が多いのかな。運を味方につけましたか。はい。でグランドスライサー、避けた。エクセレント。避けるじゃんお前ら。にかかる。え、めっちゃ強ない。めっちゃ強ない。はい。で回復して、まあ相手の攻撃力高いけど、これをまあいけますね。どうしようか。さあ一刀両断。お、いいね。おお、すげえ、めっちゃ強い。素晴らしい。素晴らしい。さあこれでどうなるかだよね。連戦は多分、連戦するとしても体力は回復できると思うんですけど、どうだろう。そこが怖い。はい、じゃあこれで終わりね。うん、オーバーキル。パラライズブロー。いいね。麻痺か。状態異常来たね。はい。勝者はまさかの軟弱な巫女様ご一行だ。はい。まさかでしょうね。
さ、気になるのが体力だよね。回復、あ、してるね。オッケーオッケー。じゃあいっか。あとはちょっとスキルを付け替えてどうしようかみたいな。少しはやるようねと女はまだ勝つ気満々だ。うん、ん俺の敵じゃないなと男は涼しい顔をしているが、膝はガクガク震えている。この二人はまた別で戦って勝ち残ったのかな。だとしたらすごいけどね。汗を拭くルビアに話しかけると、彼は小さな悲鳴とともに飛びのいた。急に近寄るなとルビアは恥じらっている。彼もお年頃なのだろうか。え？お年頃？はい。ラティは勝利に興奮を収まらない様子で、空に向かってパンチを繰り出している。いいじゃん、いいね、こういうの。オッケー、じゃあ行こう。はい。ん、3対3だ。この国屈指の兵たち。あ、同じ国の、まあ、関係ないか。ヒトラーとやるんだね。うん。逃げるなら今のうちだぞ。舐めてるね、やっぱ。勝つしかないですね。ね。はい、完全にパス。頑張ってください。はい、いたパラメータ完全に負けてんだけど、ラティがね弱えんだよな。どうしよう。状態異常もないし、基本的には回復薬なんですけどね。強くしようか。シャープネス、全体攻撃、うん、いいね。マジか、早いんだ。10 重いな。これ1か8か。どうしようか。さっき覚えた麻痺の技使いたいんだよね。一旦これ普通に切ろうか。この人止めときたい。いや、ちょっと待って。厄介の誰だ？右かな。麻痺が決まらなすぎても意味ないんだよね。どうしよう。まあ普通にこの人を攻撃しつつ、麻痺がかかれば別のターゲットに変えてみたいな感じでいこう。これね、パラライズブロー。で、ダイスで4以上。オッケーオッケー。いいよ。普通に倒せそうだけど。あー、やばい。これもやばい。これもやばいな。待ってよ。どうしよう。一旦、回復は必要ないよね。ああ、しとこうか。で、この人は、貯めようか。で、この人はとりあえず麻痺をねかけまくって。 OKOKOK、 いいよ。実質3対1ですからね今。 OKOK、 余裕がない。で、回復はいいよね。で、状態異常ではないんだけどな。これ効くかどうかちょっと見ときたいんで。いや、どうなんだこれ。
よかったよかった、治るんだ。で、あ、全体。いや、それだったら主人公にやってほしいな。であれば、一刀両断で、オッケー、うまい。しかもクリティカル。素晴らしい。素晴らしい。で、あ、足んない。グランドスライサー。とりあえずこいつやっとくか。いいよ。OK。で、シャープです。もう一回行こうか。で、主人公のバランの全体攻撃で左をね、もろともやっちゃって、うん、弱い。で、この人は、切る。すげえ。で、グランドスライサーでやっちゃって、全体ね。オッケーオッケー。ビビった。さあ、溶けたけど、これは、やれるんじゃない？これはどうしようか。シャープネス。1。で、普通にファイアスラッシュでやってもらって。ここで運要素欲しくないんでね。うん。で、主人公のエアスラストで。OK。ただ、これより強くなるとちょっと怖いんだよね。もうちょっと難しい気がする。レベルも上がんないし。